いかがだったでしょうか、書いてもらえればなと思ってます。コメント欄にね、僕のその出してる動画を見てもらってください。模擬面接してくれるね先生に。ということで始まりましたバッチェツチャンネルです。さてさて、はい、6月19日になりましたので、今はい英検の一次試験の結果が出ている頃でございます。5級とかだとまだなのかな。でも12時からね、1級11級とこうでどんどん1時に2級でしたっけ、こういう風にやっていってると思うんですけども、いかがだったでしょうか。はい、皆様ぜひともね書いてもらえればなと思ってます。コメント欄にね、はい、これぐらい取りました、点数合格しました、ダメでしたみたいなのね、はい、ぜひとも書いていただければと思います。まあ今回ね結構対策の動画もね、頑張ってね準1と2級だけでしたけど作ったりしましたので、はい、ぜひともねそれが役立てていただければよかったんじゃないかなと思いますね。ちょっとワークブックがねもう売り切れちゃっているので、今改訂作業やっておりますけども、間に合わないってことだったんで、なんとか動画で補うことができればなと思って実は作りました。なんで役立ててもらえましたでしょうか。そしてこっからね合格した方々は2次、さらにはまあ SCBT で今度受けるよっていう人はねスピーキングありますから、ちゃんとそちらの対策の方にもね移っていただきたい。 SCBT の人はまあ引き続き4つ全部やんなきゃいけないですけどね、うん、まあ今回はねいろんな方にも教えたりとかもしてたので、自分自身もかなりドキドキな感じでございます。はい、各級のまあ対策の動画も出てますし、でそれぞれまあ直前にこれやっとかなきゃダメだよとか、やっちゃいけない5個のこととかっていう動画も出ていて貼っておきますので、ぜひともねそれらを参考にして、本当に見ないで行かないでください。見てちゃんと点の取り方知った状況で受けに行ってください。だからほんとそれ知らないでやってる人いっぱいいるので、まあこの間もね高校でやってきたんで、もう十何人、模擬面接やってきましたけども、そうやっぱ知らないで受けてる人が多いで、ただまあ知ってても実践に移せないといけないですからね。そう、実際自分でそれをできるようになってなきゃいけないんで、それも大事なんで必ずまあ練習してください。これすごく大事になります。で練習してもらう時にちゃんとこういうところポイントなんですよっていうね、うちの僕のその出してる動画をその先生にも見てもらってください。その模擬面接してくれるね先生に、だから全然違うところのポイントを教えちゃってる先生たちっていうのもたくさんいるので、そうじゃなくてちゃんとねポイントのところを教えるようにしてください。そういったポイントのところが分かってる先生にね教えてもらうように頑張ってください。まあ自分のね生徒たちにはこう教えたりすることできるんですけど、生徒じゃない皆さんはまあまたあの、ね、模擬面接に関してはやってほしいという方がいれば、やりますので、メールですね、はい、いつもの通り送ってきてください。そしてただあの30分5000円なんで、まあ子供たちはね自分で出すことはできないと思いますので、でまあお子さんとねお母さん一緒にいても全然構いませんので、一緒に聞いていただいても OK ですので、はい、そういった形でも可能ですので、はい、まあお申し込みいただければと思います。まあ時間に関してはこの時間できますみたいなのをそのメール内で書いてください。前にねこう公にここが空いてますみたいに言ったらバーって来ちゃったので、申し込んでいただければと思います。で合格された皆さんお疲れ様でした、おめでとうございます。まあ受験に使う人はね CSE スコア関係してるんで、まだで理想の点までは行ってないとかっていう人もいると思いますし、まあ二次試験の点数によってはいけるかも、いやまだかなとかっていう人もいると思うんで、引き続き頑張ってもらいたいなと思います。はい、お疲れ様でした。何はともあれ頑張ってくださいね。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。